マグマで生活したいドイシーでーす。すぐにやられちゃうよ。今日はマイクラ頑張ってやっていきましょう。後ろの映像気になりすぎて話が入ってこない。みんなよかったらチャンネル登録してねーの、その前にチャンネル登録よろしくお願いします。先にもうチャンネル登録お願いしちゃってたよ。今日はマイクラでみんなでエンダードラゴン討伐行ってみよう。みんなでやった方が早く倒せるのかな。仲間割れが起きるからダメなんじゃないの。そこはみんな仲良くやろうよ。それじゃあ行ってみよう。もう来たよ、早いな。なんか重なって合体してるみたいになってる。化け物みたいになってる。確かにこの上の部分が顔見たくなってるもんね。化け物化け物うひょひょーい、化け物化け物うひょひょーい。なんでテンション上がったんだよ。それじゃあスタート。まず最初にするのはエンダーマン倒してエンダーパル集めか。それはだいぶ先の話でしょ。まずはベッドとか作った方がいいんじゃないの。それよりもしゃがみ対決を挑まれてるな。これはやるしかない。なんだよしゃがみ対決って。説明しよう。しゃがみ対決とは1時間に何回しゃがめるかの対決である。1時間しゃがむだけってある意味拷問。先生下ネタやめてよ。拷問って言ったんだよ、拷問なんて言わないよ。じゃあまずは布団作りだ。お布団求めてみんな羊を探すんだ。そして布団ができたら1年後また会おう。なんで1年後だよ。布団できたら集合しなさいよ。布団何個作れるか対決スタートだ。変な対決が始まっちゃった。100日間で布団何個作れるかの対決です。期間長すぎ。誰がやるんだよそんな企画。誰も参加しないので僕一人でやります。だったら対決ならないじゃん。いい感じに羊の毛集めれてるよ。あ、重なってる。これで羊の毛3つ。じゃあ布団作れるぞ。僕が布団早作り対決優勝だ。別にそんな対決してないでしょ。おお、あれは鉄だけど木のつるはしじゃダメか。そんなことよりも村だって言ってるよ。マジかよ、村見つけたならもう優勝じゃん。何の優勝か分からんけど。じゃあ布団集める必要もなくなったわけだ。村には捨てるぐらいお布団あるもんね。捨てちゃダメだけどね。っていうか村が壊れてたって言ってるよ。いつの間に僕壊したの。土地が壊したんじゃないでしょう。もともと壊れてたゾンビ村ってことじゃないの。普通の村が良かったな。じゃあ村の座標を聞いてみんなそこに大集合だ。みんな集合。美味しいマンゴー地獄に連れてけ、デストロイゴー。地獄には行きたくないよ。それじゃあ村の座標教えてもらえるの待ちましょう。お、僕の方角に来た人がいたのか。僕が見つけた鉄がここにあるからさ、1個100万円で売ってあげるよ。高いな。そんな金額で売るなよ。みんな仲良くアイテム共存しなさいよ。座標情報は来たかな。113-65-96 ね。今が13464-245。うっひょー、めちゃくちゃチェッカー。こんだけ近かったら後ろ歩きで行ってもすぐに着きそう。後ろ歩きなんてしなくていいからね。仕方ないな、でんぐり返しにしときますか。普通に歩いていけばいいじゃない。もう少しで村の座標だぞ。どこだどこだ。お、あったぞ。なんだ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 この家の汚さは。ゾンビ村なんだから仕方ないんじゃないの。それにしても汚さすぎる。先生の家ぐらい汚さすぎる。なぜ先生の家が汚いってブレたんだ。まあ村はリフォームすればいいか。すべてかまどにすればいいもんね。なんですぐ変なものに従うんだよ。とりあえずここを拠点とすることにして、続いてはダイヤの装備とかあったらいいかな。確かにダイヤの装備があったらネザー行くのも簡単だね。それじゃあダイヤ探しにレッツゴーの、その前に全員のスキンハゲにしたいな。何のためにだよ。エンダードラゴン VS
ハゲ軍団の方が面白いんでしょ。まあ気になるタイトルだけどね。じゃあ夜が近づいてきたから寝るとしますか。まあお布団なくても地べたで寝れるけどね。体痛いから絶対やめときなよ。よしみんな寝るぞ。おやすみなさーい。何の音だ何の音だ。ああモンスター湧いちゃってるよ。あちぴしっぱー。最悪だよ。湧き潰してないからどんどん湧いてくるんじゃない。みんなてんやわんやだよ。あれ一人だけぐっすり寝てる。モンスター湧いても関係なしだね。マルチで寝るのは大変そう。またモンスター湧いちゃってるじゃん。これ一生寝れないかもしれないよ。もう100日間徹夜生活だよ。そんな生活力尽きるよ。これでようやく寝れたかな。おやすみなさーい。なんとか無事朝を迎えられたよ。それじゃあみんなダイヤ探しに行くぞ。行ってきまーす。真下にどんどん掘ってく気なのかよ。もしマグマあったらどうすんだよ。そんなの最高じゃん。みんな大好きマグマダイブで飯うま。飯うまじゃないからやられないように気をつけて。どん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 下に掘ってゆけ。ダイヤある高さまで掘ってゆけ。だけど下まで来たけども、あれ真っ暗で見えないじゃん。松明で明るくしたらいいじゃん。そうだよね。で松明持ってきてない。あちぺちぱー。何やってんのよドイ。どうしようどうしよう。そうかやられればいいのか。そしたらお布団のところに戻れる。でどうやってやられたらいいの。っていうかブロック積み上げて上に戻ればいいんじゃないの。あその手があったか。ってもう横に移動しちゃったからどこから降りてきたかわかんないよ。何やってんだよ。完全に積んじゃってるじゃないか。これぞまさに人生終わり。そんなこと言ってる場合じゃないよ。どうすんだよ。助けを待つか、もしくは掘ってってマグマが出てくるのを祈る。そしたら明るくなるもんね。明るいとかよりもマグマダイブしたいじゃん。どんだけマグマダイブ好きなんだよ。そしてずっと黒多い画面のゲーム実況ってなんだよ。あれだけど運よく炭ゲットしてるよ。よかった。作業隊なくてもったいまた作れるもんね。これはラッキークッキー。おいしいし松明できてもう明るいよ。よかった。これで上へと帰れるね。帰る前に運よくダイヤ見つけれないかな。そんなうまくはいかないでしょう。ツルハシももう壊れそうだもんね。一旦戻るか。ここをブロック積み上げていけばいいのね。って誰か降りてきてるな。助けが来てくれてるのか。今チラッと見えたな。ブランチマイニング用の素材をいっぱい持ってきてくれたのかもしれない。来た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 。よかったよ。木材頼むから出してくれ。お願いします。そして一緒にブランチマイニングを頑張ろうじゃないか。ねえ聞いてるの。ああもう一人落ちてきた。怖いな。どっちか頼むから木材とかちょうだいよ。お願いします。松明はいらないんだよ。人参もいらないんだよ。木材が欲しいんだよ。こんなにいらないよ。どんだけ持ってんだよ。どんだけ人参持ってんだよ。うんちの代わりに人参でも出てくんのか。そんな化け物なわけないでしょう。っていうか全然木材とかくれないな。助けに来てくれたわけではないのか。仕方ないから上と木材取りに戻るか。そしてこの穴を埋めて二人が上がってこれないようにしようかな。そんなことをするんじゃないよ。無事に帰ってくることできました。でも夜じゃん。また寝なきゃいけないな。今度はすんなりと寝れるかな。新しい人も増えてチームワーク厳しいかもね。だけどベッドはたっぷりあるしいけるんじゃないの。おやすみなさーい。果たしてどうなるか。これは完全に寝れてなそうだね。一発で寝るのがエンドラ倒すよりも難しいかもしれない。地下行ったみんなが戻ってきてないってことなのかな。どうやら新しい人が来ちゃって寝れないんじゃないの。なる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 ほど。おお、こればっかりは仕方がないからね。とりあえず村に来るのを待ちますか。
それまでは僕が代わりに寝ておこう。どうし代わりに寝ても意味ないから。いつ来るのかなあ。っていうかもうそこにいるじゃないか。距離近いからすぐに来れちゃうんだね。それじゃあおやすみなさい。みんなおねしょしますように。汚ねえな。みんながしたら最悪だよ。はい、それでは朝になりました。おはよう。それじゃあダイヤを求めてブランチマイニング。マグマの近くならダイヤあるかもね。だけどマグマ見てると落ちたくなっちゃうよね。なんですぐそうなるのかな。どうにか見つけて早くネザー行きたいのにな。なかなか見つかりません。他の人はどうかな。おい、見つかったかい、ダイヤは。あー、ダメか。見つからないか、残念。こうなりゃ必死に必死に探して探して探しまくれ。だけどなかなか出てこなさすぎて。あちっぺちっぱー。やっぱり難しいね、ダイヤ探しは。11連ガチャで11個超激レア出すぐらい難しいからね。そこまで難しくないけどね。もう僕はダメだ。全く見つからないから諦めよう。諦めちゃうのかよ。他の人はどうかなーってめちゃくちゃ長く掘ってるな。ようやくたどり着いたぞ。どう、調子は。あ、ダイヤゲットしてる。見ちゃったぞ。ダイヤゲットしてるところ見ちゃったぞ。本当はみんなにバレないようにずっと隠し持ってくつもりだっただろうな。そんなことはしないでしょう。ダイヤありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハッピー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 ピー。ダイヤゲットできたから一旦みんなところに戻ろうよ。さあ急げ急げ。みんなに自慢するぞ。僕が取ったって自慢するぞ。ドイヒーはもらっただけでしょうが。それじゃあもっとダイヤ集めて次回はネザーへと行こうかな。だけど全員分の防具となると相当なダイヤ必要だけどね。そこはもちろん僕がダイヤの装備でみんなが川の装備だよ。みんなめちゃくちゃかわいそう。果たして何日でエンダードラゴン倒せるのかお楽しみに。というわけで今日はここまで。よかった、高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。